算数楽しみかいジーナ。一緒に式解いちゃえ。どうも。ここで自習しましょう。どうしたのアレックス。マンディ可愛いな。話しかけたいな。なんとかしてあげる。待ってて。ジーナ何してるんだ。まだ早いよ。ほらセーター脱いで、パンストに切れ目を入れて、これでよしと。つま先を切り取る。銀行強盗でもするの。え違うよ、詰め物をするの。これでよし。えそれくすぐったい。いい感じ。わお、あれアレックス強くなった気分。ほらマンディに声かけて。で君の好きな式はどんなの。あなた面白いね。ピクニックに果物を持たないと。おってあなたね。いやーメメー、このリンゴおいしい。いい子、全部お食べ。バナナを洗いましょう。じゃあメメー、ここに座るね。なんか嫌な気配。やったぜ。そういえば床掃除してないんだった。リンゴが汚いわ。食べさせらんない。じゃあこれあげる。そうか、ひらめいた。風船の中に果物を入れれば、これでもう外から汚れない。わあ、それ賢いねママ。じゃあ行きましょう。あー、クマちゃんがふかふか。ウサギさんこんにちは。飽きたな。他に何か遊びが。いや、これじゃない。これでもない。あれでもない。違う。ユニコーン？赤ちゃんのやつじゃん。いや、どうしたんだい？新しいおもちゃで遊びたい。対決。そうか。元気の出るものをあげよう。これはパパの、いや、ママの人形だ。遊んでいいぞ。いらない。お菓子はどうだ？おいしいぞ。いらない。じゃあキャンディー一瓶。やだ。トンカチ、あ、いや。なんだよ。ああ、そうだ。やだもん。全部ダメだとは。何かできることは。お、風船だ。これは使える。風船とビー玉、輪ゴムを用意します。風船にビー玉を入れましょう。そしたら口を輪ゴムで結んで、こんな風に。その後ひっくり返しましょう。では風船を膨らまして結び目を作ります。紙で目を描いて風船に貼り付けます。口も同様にしましょう。ペンで慎重に縞を書き入れて、いい感じですね。最後に耳をつけたらタイガーバルーンの完成。ほらどうだ。わあかわいい。ほら元気が出るだろう。わあ左右に揺れる。ラララララー、やっと学校が終わったよ。鍵を出さないと。どこに入ってたっけ。だって入らないな。おっと、うっかり鍵が違った。あれ、これも違う。うん、イライラするな。合ってるはずなのに。家に入れない。トイレしたいのに。あ、これならいけるかな。いや、これも違う。運転はできない。なんでだよ。うわ、暗くなった。怖いな。うわ、ネズミだ。うわ、来ないで。痛くしないで。おい、アレックス、ここで何してる。パパ、会えてよかった。鍵が見つからないんだ。カバン見せて。ここにあるだろう。見つけやすくしてやろう。これを使えばもうなくさない。まずはエポキシレジンを用意します。レジンをガラスの器に入れましょう。そこに色を足して、木の棒で混ぜます。レジンと色が十分馴染むまで。
これでよし。レジンをシリコン型に流し込みます。一つだけでいいですからね。レジンが固まる前に鍵を中に入れます。あとは待つだけ。レジンが固まったら型から取り外します。これでもうなくさない。ほらどうだ。わあ、これすごいや。ありがとうパパ。ん？これは円だ。さあ書いてみて。まあ楽しそう。この字も楽だしそう。惜しいな。余裕だもんね。まだかね。なんか違うものになったけどうまいかも。何それ。計画を立ててっと。もうすぐ時間切れ。急がなくちゃ。合格するかな。嘘でしょアレックス。頑張ってるんだ。ほらできた。見てて。ん？必要なのはペーパークリップ。これを S の字に開いて紙に載せる。両端に鉛筆を立ててぐるっと一周。綺麗な円が描けるよ。簡単どころ寄ってみて。いくぞ。いいぞいいぞ。ストップ。数が多すぎる。暴走しちゃってる。止めて。いい円だなエリー。先生アレックスが円かけます。なんだ。そうね、今度お話ししましょう。ベンベン、ロボットだ、くらえ。じゃ、またね。あ、気持ちいい。ねえママ、このロボットつまんない。じゃあ、スマホでどう。わお、楽しそうだ。これで落ち着ける。スマホもつまんない。今の音何？私のスマホ？まったく男の子って。予備のスマホでよかったわ。お、お絵描き楽しいかも。綺麗な絵が描ける。見てママ、太陽だよ。それは素敵ね。あら、おかわりがいるわ。人生って大変だ。お手伝いさんを雇いたい。今の音は？あー、冷たい。氷？絵の具。氷？絵の具。思いついたぞ。器に水を入れて。これくらいかな。器に蓋をして冷凍する。ちょっと待とうね。大きな氷ができた。これに色を塗るぞ。いろんなところにいろんな色。石みたいだ。色が混ざり合ってる。白い絵の具も足そう。青ももうちょっと。わあ、とっても楽しいね。次は赤。また白の絵の具。ずっと色塗ってられる。暑いわね。飲み物と。何このはず。飲み物に一体何が。ああ、そういうこと。楽しいならまあいいかしら。人生につきもののトラブルもライフハックで乗り切ってしまいましょう。皆さんがよく使うライフハックはコメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。